皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士のルノメです。今日は素敵なゲストをお迎えして、お話を聞きたいと思います。ではご紹介させていただきます。先日の、世界柔道選手権大会、57キロ級の金メダリストの、出口クリスタ選手です。よろしくお願いします。改めましておめでとうございます。すごい、私がちょっと緊張してるんですけど。いやすごいです。改めて世界選手権振り返ってどうですか？そうですね、まだ実感は湧いてない状況なんですけど、まあまあ来年のオリンピックが、優勝がすごく現実的になってきたんじゃないかなと思います。もうじゃあ東京オリンピックは内定されてるっていうことですね。内定はしてない。あ、してないんですか？してないですよね。来年の6月あたりで、もう一人カナダの子がいるんですけど、その子とファイトオフというか3回勝負して2回勝った方が。そんな直接的な対決、はい、そうなんですよ。そうなんですね。なるほどなるほど、シビアです。そっか、じゃあまだちょっと全然気も抜けないしっていうところですね。そうですか。そこで負けたらもうパーなので。そっか、なるほどなるほど。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、出口さんはご出身はどちらでしょうか？長野県。はい、長野県の、はい、塩尻市です。塩尻市で、まあ、小学園、岡中、小学校は広岡小学校です。広岡小学校ですか？そうです。実は私も地元が実は一緒でして、塩尻市で、で私は岡中吉田小です。あ、吉田小。住所の区切りがギリギリ、おばあちゃん家の方にして広島に行ってました。うんうん、吉田小ちょっと遠いんで歩いて。そもそもですね、その私と出口さんの出会いというのがですね、私も昔小学校の頃に少しだけ柔道を習わせていただいていた時期がありまして、その時にお世話になってた精神館道場で、出口さんも同じ精神館道場出身ということで、まあ、そういったちょっとご縁があって今日に至ります、はい、ね。そう、すごい本当に偶然というかすごいんですけど、びっくりですね。ね、そもそもどういうきっかけで柔道を始めたんですか？そうですね、まあ、すんごい長い話になるんですけど、おばあちゃんが美容室をやってて、道場の近くに、ゆき美容室っていうところをやってる、美容室かやってて、そこに村山先生がもう昔から行ってて、お客さんで、で、お母さんが子供の時に一回スカウトされたんですけど、当時女子柔道っていうのがあんまり盛んじゃなかったので、おばあちゃんが却下して、それを、で、自分がこう生まれて、で、護身術やらせたいってなった時に近くに道場があるし、お母さんもやりたかったやつだから、とりあえず行ってみようかっていう感じで、まあそれが3歳だったので、自分の意思っていうのは特に何もないんですけど。3歳からやってるんですか？3歳。うわぁ、すごい。気づいたらもう道着着て。すごい、そういうレベルですよね。そういうレベルです。覚えてないです、すごい始めた時。寝てたのは覚えてるんですけどね、練習中に。寝てた。壁に何もできないんで、受け身しかできないじゃないですか、最初って。楽しくないな、つって。あ、すごい、3歳から始めたんですね。ですね。へぇ、すごい。まあ、今までずっとそのまま小学園行って、で、山梨学院に行って、で、今、日本生命さん行って、で、はい、今までの練習で一番きつかった時ってどの時代ですか？やっぱ精神館の練習が一番きつかったと思う。そう思いますか？もう戻りたいとは思えないです。そうですか。私もあの柔道をやってて、でそれ柔道をやめた後にバドミントン、まあ、今でもずっとやってるんですけど、はい、やっぱそのバドミントンやるにあたってもあの練習の辛さを超えることってこの世にないんじゃないかって思って。本当にだから頑張れるんですよね。あの時期があったから、ね、よかったです。一緒なんですね。もう一緒ですよ。でもね、そこが基礎になってますよね。そうですね。もう今の自分があるのは、ね、そうですよね。本当ね、はい。やっぱ村山先生のね、すごいもうこの社会貢献という気持ちで、それでね、私も教えてもらってて、はい、それでこんだけの
ね、今や世界チャンピオンが出るなんて本当すごいなと思って、ね、ほぼタダでやってましたもんね、うん、ねえ、そうですよね、ねえ、私も本当タダでやっていただいてたし、うん、すごいと思う、それはねえ、本当やっぱそれがすごいなと思ってて、で、私そのやっぱ柔道やめてからもあのたまにやっぱりちょっと道場に見学に、うん、あの何年かに1回行かせてもらう時があって、それでその何回か行かせてもらっててっていう、すごい何年か前に行った時に見つけたのが中学生の中学生ですよね、出口選手で、新築林な時ですよ。まだちっちゃくて44とか48キロ級だったんで、あ、最初はそうか、48キロ級から身長低いし、そう、すっごい、めっちゃボーイッシュな可愛い子がいるって思って、もうそこからです、ずっと密かにずっと成績とか見たりとか、もうありがたいですもん、あんまり伸びてはなかったんですけどね、中学生の時は。いや結果は出てなかったんですけど。あ、そうなんだ。中学校の時はどうだったんですか、結果は。44キロ級でと52キロ級で全中3位ぐらいですね。いや、まあ十分すごいですけどね。やっぱ目指してたのは一番だったんで。なるほど。で、高校は、よいしょ、高校は高1の時52キロ級でインターハイ優勝、すごい、1年で、いや、本当でも、多分誰しもがノーマークだったところに、突然ゴリラみたいな体した女が現れて、多分それでダークホースみたいな感じですよね。いつ57キロ級に変わったんですか。52インターハイが夏で、うん、でその後冬にも、春高っていう、うん、選手権が選抜があって、うん、それで計量失格して失敗しちゃって、うん、県予選で、なるほど、でそれからその次の大会からはもう57にして、うん、あ、そうなんですね、減量60から落としてたんで52に、わあ、すごい、大変、あれは壮絶でしたね。減量はあの時が一番きつかったので、あれほどきつい減量ないなとは思います、ね、なるほど、多分骨格的にもきっと、ね、骨太そうな感じでね、だから多分、ね、丈夫だと思います、骨は、うん、だからまあ57キロ級でね、いい感じなんですよね、はい、まあ同じ60、その時も60で今も60ちょっとあるんですけど、やっぱでも変わりました、質が多分、まだやっぱ子供っていう体してたので、ちょっと脂肪が多かったりとか、それに比べたら今はだいぶ仕上がってきてはいるかなと、うん、ね、そうですよね、成長期だし難しいところですね、ちょっとね、あの出口選手は今までなんかその柔道やってて目標にしてた選手とかっていますか。そうです、まあ、小学生の時のモチベーションとしてはやっぱ山岸恵美選手を、うん、道場の先輩で、やっぱすごいと思ってたので、田村亮子選手とかにも勝ちましたよね。そうですよね、ただオリンピックには選ばれなかったんですけど、まあ、実質勝ってるっていう、まあ、選手が自分の道場からいて、それがもう小中の時はモチベーションでしたね。試合も見に行って、小学生の時グランドスラム東京見に行って、そこが初めての国際大会。あ、なるほど。へえ、そっか、いいですね、身近にそういうすごいお手本になる、目標となる選手がいてって。じゃあ結構練習とかも一緒にしてもらったりとかしたことありますか。いや、年が違いすぎて、自分低学年で、えみちゃんが中学生とかだったんで、見てるしかできなかったけど、そっか、その差がすごいなと思って見てました。ああ、なるほど。他になんか、例えばじゃあ柔道じゃなくても、なんか今すごいアスリートで好きなアスリートの方とかいますか。いや、まあ引退しちゃったんですけど、やっぱジョルジュ・サンピエールが、うん、誰ですか。あ、わかんないですか。わかんない。フランス系カナダ人の選手で、まあ、つい最近引退しちゃったんですけど、その人の、うんうん、なんだろうな、やっぱ外、なんだろうな、相手をリスペクトする姿勢がすごくいいなって、うん、もう自分の勝手な、あれなんですけど、やっぱ外国人だったりとか、総合格闘技とかやってる時って、相手倒した後、まあ嬉しいから喜ぶのは分かるんですけど、自分のモットーとしてはやっぱ嬉しくても、リング上とか試合上の中ではガッツポーズとかしないっていうのをモットーにやってるんで、そういう部分がなんかすごいなと思って、外国人なのに、あ、確かに確かに、なんかちょっと柔道と通ずるものがあるかなっていうとこで好きです、勝手に。なるほど、そういうところをリスペクトしてるんですね。はい、あの、まあ、試合に臨む時とか、なんかルーティーンがあったりとかってします。
あんまり作らないようにはしてるんですけど、ルーティンをなんか、うんうん、こう突然違うことが起きた時に対応できるように作られないようにはしてるんですけど、屈伸するぐらいですかね、直前に屈伸と呼吸をちょっと変えるとか、あのスタンバイする時間があるので、試合前に、はいはい、そこで、そうですね、呼吸と屈伸ぐらいしかないです。なんか物を持っていくとか、そういうのはあんまりしないようになるほどなるほど、してます。まあでもいいと思いますね、そういうね、そうですよね、あんまりね、そういうのこだわりすぎちゃうとね、そうなんですよ、それができなかった時どうしようってなっちゃうのが嫌なんで、ね、確かに確かに、なるほど、何もしないスタンスで、何型ですか？大型です。あ、大型ですか？あ、そうですか、ちょっと A っぽくないなって本当ですか？なんか B か、よく言われますけどねB とかはよく言われます、 B、 AB はあんまり言われないな、 B、おーみたいな。なるほど、おーですか。そうなんですよね。では、目標をちょっと、はい、見せていただいていいですか。はい。東京2020、金。はい、素晴らしい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。